皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ放談萌えよオペラ第144回、今日は2021年の8月22日です。はい、お盆が過ぎましてね、まあ残暑と言いますか、まあ一時のようなその 度快晴の毎日っていうのはではなくなりましたけれども、それでも夜までね、なんとなく蒸し暑い、本当になんか嫌な天気が続いておりますね。まあ嫌なのかどうなのかって、まあ僕はそのこの暑がりなタイプなのでね、もう汗だらだら流しながら生活しておりますんで、非常に心強いかというとそうではないんですけども、まあ今ですね、僕はちょっとした充電期間で、来週になったらまた来週の途中から広島に行ったりとかね、でまあその前回お話ししました根性類っていうの稽古も、毎日のように行われていたりするんであるんですが、ちょっと自分の自由になる時間もあるんで、この先やる演目の準備をしたりとかね、いうようなことをちょっと地味にやっております。はい、ということで今日は、前回前々回に引き続いて、僕アンコウがこの夏以降ですね、自分で演出をするプロジェクト、それについてのご紹介のその3ということで、今日ご紹介したいのは、これでございます。はい、ドン。はい、もういきなり濃い感じでね、ド迫力な写真が入ってきたんで、皆さんねびっくりされたんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、これは、今年の12月8日目黒パーシモンホール大ホールで行われますオペラ万事、ですね。はい、ということです。これはですね、万事と聞くともうピンときた人はいると思うんですけど、これは原作が谷崎潤一郎ですね。谷崎潤一郎、日本の、近代の、小説家、の耽美派ですね。耽美派のもう、文豪です。はい、もう世界的に、著名な人物ですね。笹目浮とか、それとか、春金賞とかですね、もう彼の作品は本当に、一つのこの谷崎ワールドがあってですね、素晴らしいです。感動的でありですね、そして人間のこの愛とは何ぞやみたいなものが非常に究極の形で描かれていたりしてね、まあ、ある意味で非常に異常な世界を描いたりもする人で、なんですけども、まあ僕は正直言ってちょっと前にもお話したようにね、この辺りの、日本の近代小説を読み漁ったのは中学生の頃なんですね。で、まあもちろんその教科書なんかにも谷崎って確か名前出てきてたように思います、川端とかね。でもそこまで小学校の頃に読んでた、ね、シャーロック・ホームズ、ルパンとか、明智小五郎とか、まあ江戸川乱歩なんかもある意味では大変に大人のお話がたくさんあったりするんですけども、まあその谷崎潤一郎なんかの世界っていうのは、まあ、そういうものと比較にならないぐらい、もっともっとこの、まあ、簡単には官能的であり、やっぱりセクシャルなものもそこに含まれているんですよね。なのでやっぱりその当時の僕には 何が何だかよくわかりませんみたいなところがあって、やっぱりこの谷崎なんかを、読むようになったのはもっとずっと後のことでしたね。読むっていうのはちゃんとした意味でね、深く読むようになったの。だから広く浅く読んでた頃にはよくわからない、まあこれが美しい文体なのかとか、これがこういうもの耽美派なのかとか、いうことありますよね。それである、時にこの出会ったのがこの万事でね、もうびっくり仰天でした、とにかくこの内容にね。で、どれも当然この、小説が、改造っていう雑誌に、連載された雑誌、改造、ね、まあ、もちろん今はありませんけども、改造に昭和3年の3月号から昃和4年の4月号、そして飛び飛びで6月から10月、12月で、30年の1月から1月と4月にということで、断続的に、掲載をされたとなっておりますけれども、全部でね章立てになっていて、30いくつか章があるんですね。今ちょっとすいません、僕はその本自体をねちょっと置いてきちゃって、ちょっと今手元にないんで、ないですけども、でこれは、ある人物がね、ある人にこのお話をしてる、
ある事件が起こりました、その事件のことをお話をしますという感じでこれ始まるんですけれども、これはね、園子さんという人がね、柿内園子さんという人がね、この人は、まあ、そこの中ではもう早々に言われてます、この、まあ、ナレーション的なところのあれによってこの人は未亡人だということが言われているわけですけども、まあ、結婚経験のあるこの、ご婦人がですね、ある人、この人は誰なのかは最後まではっきり出てきません、この人に喋っている、まあちょっとネタバレ含んじゃうな、まあいいか、まあいいですねはい、はい、で喋っているんですけどもね、それでこの事件というのが大変不思議な事件なんですよね。でまあ簡単に言うならば、この園子さんという人が、まあお金持ちのご婦人なんですよね。それで旦那さんは弁護士の事務所を、開かれていて、旦那さんは柿内幸太郎さんっていう人なんですけど、幸太郎さんがお仕事をされている際にですね、朝は一緒にその弁護士事務所のを経由して、で自分はその美術学校に行って、でそこでまあ習い事ですよ、その別に画家になりたいというわけじゃなくてね、でそういうお金を持ってる人がたくさん集まって、でそこでこの、デッサンをすると、でそのまあ裸の女性のモデルを前に、こう絵を描いているっていうところのことのまあお話から始まっていくわけなんですよね。そこで描いたものっていうものがね、そのモデルの人とは全然違う人で、あ、まあ僕は全然それでいいんじゃないかと思うんですけども、でも先生はどうもそれ気に入らないらしくて、これ違うやないかみたいな感じに言ってね、でこれはどうも誰かに似とるぞみたいな話になって、でこれが、徳光光子っていうね、徳光光子というちょっとこう不思議な光光っていうね、光が2つ入ってくる徳光光子っていう人なんですよね。それでこの人でなんとなくこのですので、園子さんという人はなんとなくこう潜在的なところでこの光子さんとこの同じ学校の中にいる人なんですけど、クラスメートで光子さんの方が園子さんよりももっと若い人でね、まだ一人も独身なんですけども、その人のことをこう吸い取るみたいな感じになってね、それでそのことがね、その学校の中でもちょっと話題になってくると、そうするとこの2人はなんかそんなことで話題にされるのもおかしいけども、でもどうせそうなるんだったらもうみんなに見せびらかしちゃいましょうみたいな感じになって、で2人の交際がそこで始まるってことですね。まあつまりこれは同性愛関係ということを見せびらかそうということですね。本当に同性愛なのかどうかは置いといて、そういうふうになるとみんなが騒ぐから、ということでね、そういうことを2人の付き合いがそこで始まるわけですよ。不思議な付き合いがそこで始まるわけなんですけど、この園子さんという人はもうどっぷりこの光子さんのそちょっとしたこの、まあ小悪魔的と言いますかね、そういうところにずっと惹かれていって、もうまあ自分はだから旦那さんもいるし、そういう性的にその、本来このなんていうの、女性一筋ということではなかったというふうに思われるわけなんですけれども、ここのところではっきりとこの人に対してね、もちろん誰でも言ってわけじゃないです、もちろんね、この人に対してそういくということですね。ということでそのまあレズビアン的な関係がそこで展開されていくっていうことで、このレズビアンっていうのはまあ今はもうジェンダーフリーの世界ですんで、ですけどもまだまだそのいろんな形でのその市民権というかそういうものっていうのは問題になりますよね、世の中でね。でもこれはなんとやっぱり昭和3年ぐらいの話なので、日本はこのお話の中で取り上げられる世界はそういうヌードモデルを前にデッサンをしてるみたいな、大阪のお金持ちの奥様方のそういう世界なんで、これは相当結構モダンな世界なんですけども、それでもしかし世の中は、全然今よりもはるかにもっと閉鎖的な世の中ですよ。でしかもこれが書かれた当時というのはだんだん世の中がこう右傾化していく流れにあった時でね、いろんなことに対してのこの表現に対してのあれがどん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 厳しくなっていった時に、
この谷崎潤一郎はあえてこういう作品を書いていったと思われるところもあったりするわけであって、人間のまあ生きるってことは何やだと、人間のこの、自由ってものは、性の自由ってものは何だ、何や、何やみたいなところっていうものを、どっか彼が自身が感じるところがあって、これをこの改造に発表していったっていうところもあると思われるわけですね。なのでこの作品の中にあるそういうことに対してのパワフルなところっていうのはすごいんですけども、で、ただ、じゃあこれがね、その同性愛に関しての物語か、レズビアンに関しての問題、お話なのかっていうと、確かにそういう部分はありますが、しかしそれは大変表向きなところであって、中身はもっともっと奥深い人間というものの世界、ね、人間が今僕はこっちからこの太陽が当たっていて、こっちに光が当たって顔を見て、こっちはちょっと影になってますけども、こういう、やっぱり二面性このちょっと黒い僕とこのちょっと明るい僕とみたいなね、こういうもの、まあ、今形で言ってますけどもね、そういうものはやっぱり人間の中にあって、そのこのお話はだから意外な人間のその発見みたいなものがどん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 綴られていくわけですよ。でこの物語に今言った2人の他にね、このその、その子さんの旦那さんの小太郎さんと、そしてもう一人謎の男、これが大変厄介な人物なんですけど、綿貫栄一郎っていうものがそこに関わってきてね、4人が、このまさに卍的に絡み合っていくと。で卍っていうのは、こういうものです。これはサンスクリット語の、スワスティカっていうものでね、で紀元前からあっていろんなところの、まあ、宗教にも使われて、日本も寺院のマークとかでね、このマーク使われていることが多いですけども、まあ、最近、第二次世界大戦でこのハーケンクロイツですね、ナチスドイツの、それでこれの逆向きのあれが使われたりして、ちょっと世の中イメージが大変悪くなりましたが、本来もともとそういう、ものではありません。これは大変仏教的なものでね、で卍っていう言葉自体が卍というね、卍の字だから1万2万のこの卍という字は今のこのキャラクターから出てきてるんではないかというふうに言われてるところがあります。というその卍、だから卍というのは結局その人間の本質的なところ、まあ、宗教というのはですからこの神と人間みたいな、そういうところにおけるものなので、人間の本質は何ぞやみたいなことについて書かれているものだとも言えますね。なのでスタートこそですね、このあるご婦人がある人に対して事件を語るというようなことでね、割とこうなんていうんですかね、週刊誌的というか、テレビのこのワイドショー的というか、そんな感じの事件をこうどん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 こう見てる人がね、大変もう刺激的で挑発的な内容なんで、みんなぐん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 そこに吸い込まれていくわけなんですけれども、でもね、でもだん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 そこにある恐ろしい、底知らぬ恐ろしさみたいなもの、ね、そしてその恐ろしい人間関係の闇みたいなものから何かを求めて上に行こうとする、光を求めていこうとする人間のその力みたいなものが見えてくるっていう、大変すごい作品です。まあこういう力強い作品をね、があるんですよね、やっぱり現あの日本の文学にも。そしてその文学に注目をしてくれたのが、我らがこの卍を作曲してくださいくれた、西澤啓一さんですね。で西澤啓一さんという方はね、まだ若いイケメンな作曲家で、しかもこの、西澤啓一さんご自身がこの卍プロジェクトということで、この卍を上演していこう、積極的に上演していこうというグループの中心人物の一人になって活動していると、ね、世の中のどっかの公共団体に任せるんではない、どっかのオペラ団体に任せるんじゃない、自分たちでこれをいろんなところに働きかけて広げていこうということを、ね、やってるという、本当にすごいと思います。僕はまあ何度も何度も言っても自分の主催団体アンコーラっていうのがあってね、それでやってきましたけど、こういうことがどれぐらい難しいのかってことをが
本当に痛切に感じておりますし、特に今のこういう中ではもう僕は本当に身動きもできない状況に今あるので、西澤さんやそして、一緒にやってらっしゃいます新宮さん、そして岡本さん、彼らが、本当にものすごい苦労されてやってるっていうものをね、僕も今一緒にやりながら感じていて本当に素晴らしいと思います。僕も本当に頑張っていい舞台を作っていきたいなっていうふうに思っております。ですね、で彼らは今ズームミーティングでね、月 1.5 回ぐらいの感じで、僕も含めていろんなミーティングを行って、そこで集客のことであるとか、開演時間をどうしようとか、宣材ですね、宣伝材料のことであるとか、もろもろ、稽古のことであるとか、いろんなことについて、今回はどこのこのあれを取りましたと、このどこどこの協力ってことを取りましたとか、いろんなこともね、そういう報告とかもいろいろねたりしてね、やっぱりみんなこの何か投げてもらったら受け身になってなんかそうやるとかね、こっちは投げっぱなしとかそういうものが多い中で、やっぱりこうやってやっていくっていうね、すごいなと思います。これ僕でも本当に真面目に思うんですけど、やっぱり谷崎潤一郎が作ったこれを饅頭を作ったぐらいに、それに値するような努力を我々がしなければね、いいオペラって作れるわけないと思うんで、そういった意味でやっぱり僕もこの饅頭の世界にそれだけ自分が身を置いてね、やっぱりそこの中でいろいろ戦いながらぜひやっていきたいなっていうふうに思っています。西澤健一さんの饅頭は、3幕全3幕になっていてですね、大変だと思います。彼自身が台本を書いてるんですけども、この非常にこんなもんですよ、原作もねなんですけども、内容がもうとにかくびっしりで、しかもさっきから僕ちょこっと変な大阪弁使ってましたけれども、その、関西弁でね、これが全部綴られて、大阪弁で綴られていて、まあこの大阪弁の底のところをこう読んでいくだけでね、ある一つのワールドにこう入っていくんですね。これはもうこれを標準語で書かれていても多分そこまでの世界観は出ないんじゃないかなと思う。でそれをやっぱり西澤さんはすごく大事にして、この中でたくさんのエピソードをそこに言ってるわけですね。でそれを僕はどのように料理してやるのかってことが今来てちょっと苦しんでおります。はい、やっぱり内容のハードルが高いだけね。でこの曲もいいんですよ。すっごくいい意味で難解でないし、でもやっぱりそこに深いものがね見える。だから歌手がそこで表現できる幅がそこにちゃんと残されているってね、すごいです。でやっぱりいろんなことを、その声の声域ね、でこれはソプラノ、アルト、テノール、バス、それバスとかバリトンか、それぞれの4つの異なる声に合わせてその4人の登場人物が振り分けられていてね、そのあたりもすごいと思います。はい、皆さんねぜひ注目してください。僕このオペラについてもこれから多分何度も語っていくと思いますね。はい、もう一度皆さんにごあれします。はい、これですね、こちらが園子役の、津山さんですね。真ん中が、三津子役の、新宮さん、そして、こちらが、幸太郎役の横山さんで、奥に立っているのが、この、綿貫英二郎役の、岡本さんということでね、まあ、僕岡本さんから声かけてもらってね、岡本さんは僕北海道の方なんですけども、そこから、いろんな形で、まあ、アンコーラにも出てもらいましたし、いろんな形で、お付き合いのある方で、今回ねこういうところに呼んでもらって本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。でこれに、西澤健一さんがそこに加わって、このまんじっを今回作り上げていくというね。でもう初演から何回もこれ上演されてきているんですけど、今回がフルオーケストラバージョン、作曲家がもう待ちに待ったフルオーケストラバージョンで、目黒パーシモン大ホールという大きな箱でねやるということで、これ僕にとっては大変なチャレンジなんですけども、ちょっとこれからね頑張ってやっていきたいなというふうに思っています。はい、ということでね、今日は、僕は12月の8日に演奏します、西澤健一作曲、オペラ饅頭について話をしました。今ね絶賛チケットも発売中なので、皆さん、12月の、ね、夜、先日ご紹介しました夫婦の、和コンサートのちょっと後になりますが、これありますんで、ぜひ皆さん
楽しみにして、ご覧いただければ幸いです。はい、ということで皆さん今日も良い一日を。